Shave it.じゃあ今回はスピードランをやっていきたいと思います。このマップはレースゲームみたいなものですね。では入っていきましょう。ここがエントランスかな。このエントランスは白、赤、オレンジ、黄色という感じで8人で一緒にこうスタートできるのですが、今日はあの友達のたけし君とボブ君が休みなので今日は一人でやっていきたいと思います。じゃあね、私は赤が好きなので赤で始めていきたいと思います。30秒でスタートか。やっぱモスバーガーってうまいですよね。やっぱね、モスの中で好きなのがね、照り焼きバーガーなんですよね。もうモス関係ないですよ。はい、1スタート。いいスタート。お、早すぎ早すぎる。右に書いてあるのが秒数ですね。これ絶対秒数合ってないでしょ。絶対秒数合ってないよね。こんな早く移動できるわけ？ガーガガ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 ガ。ここのステージはバフンエリアですね。ここ、お、あとちょっとで虹色のステージだ。危ない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 。なんだよ、登れんのかと思ったじゃねえかよ。はい、次のステージ来ました。スライムかな。おお、すごいすごい。はい、虹のステージにやってきました。ここも難なくねクリアですね。ちょっと戻ります。こんな風にね、ヘリを、ヘリじゃねえや、こんな感じで飛行機を観察しながら行くこともできますね。もうこんなことしてる間にね、もう時間が過ぎていっちゃうんで。お、ここはこんな感じかな。おーおーおー、いけるいける。よしよしよし、ナイス。よし、そのまますぐ行こう。やばいな、これ案外遅いかもしれん飛行機なんか見てるから。あー、飛行機だ。そんなことしてる場合じゃない。お、次のステージです。あ、ここはパックマンステージ。あ、 BGM が流れてきましたね。とても美味しそうです。なんだここは、すっごいごちゃごちゃ。あとちょっと、あ、ここジャンプできない。おっと、はい、クリアしたのかな。クリアしましたね。いい、クリア。次のステージは、こんなことしてる間にもう過ぎちゃう。ここは森かな。これほんとわかんねえよ。これ見ても避けられんの？走ったら避けられないじゃん。もうこれ左右に移動していくしかない。お、出ました。ここはエンド、エンドに来ましたね。お、ネザーか。次は早いな。また森か。こんな争いは良くない。ちゃんと森を見て自然を楽しまなきゃいけない。行け行け行け、そうそうそう、行くんだ、行け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 。1000秒1000。お、次のステージ、ここはオリンピックかな。ちょっと戻ります。入場、入場です。いやー、みんなこんにちは。見てない。いやー、みんなこんにちは。僕だよ。飛び跳ねちゃう。やばいじゃん。これ1000秒いっちゃうよ。1000秒じゃないけど、まあ、1000までいっちゃうよ。よし、ここはオリンピックエリアか。ここは簡単だな。みんな目が死んでる。もうレースとか関係なくなってきたじゃねえか。あと何個ぐらいだろう、ステージ。まだかな。お、扉が見えてきた。次のステージか。次のステージも、森みたいなとこに来ましたね。やばいよやばいよ。もう、あ、森じゃない。ん？どっちだ？あ、そっちかよ。もうザミーじゃねえか。うわ、オラフがいっぱい。あは、僕オラフ。ぎゅっと抱きしめて。ミッキーじゃねえかよ。お、次は水のエリアかな。氷のエリアだね。あ、あー、もうここ難しいな。タイムロスが。次は村のステージですね。なんでスルーしてったの？ちょっと見てあげないと。これすごいな、兄ちゃん。すげえ、ちゃんとできてるんだ。適当かと思ってたんだけど、ちゃんとできてるんだね。そんなことしてる場合じゃねえだろうが。はい、キキ。お、次は洞窟のエリアですね。洞窟は、ここはもう、なんか見づらいな。いけるかな。よし、ここも速攻で、お、クリアしました。ちょ、待って。
後ろあんじゃん。壁だったもん。時間の無駄だ。あ、フィニッシュって書いてある。これ終わりじゃない？よし、クリア。よし、クリアしました。7590ですね。秒じゃないけど7590カウントでゴールしました。バックトゥースタート。あ、最初のところに戻んだね。皆さんもスピードランをやって7590だっけ、それの下回れるように頑張ってみてください。さあ、クリエイティブとか使うんじゃねえぞ。こういうことしちゃダメなんだからな。まあ、多分こっちの方が遅いと思うけど。よかったら高評価、チャンネル登録、ツイッターフォロー、よろしくお願いします。では、すっ